元気いっぱい踊ります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは鳴子光が丘の皆さんです。どうぞ。光が丘、私たちが踊ることで笑顔が増えていく。皆さんこんにちは。練馬区の光が丘から参りました。行動が制限される中、毎週体育館で練習をし、シルバーらしからぬよそこ踊りの体力を維持してきました。皆さんの前で踊るのが何よりも楽しみで、エネルギーの源です。今日は元気いっぱい踊ります。よろしくお願いします。私たちが踊ることで笑顔が増えていく。今日も楽しく糸踊り。時を重ねるごとに困難は増えていく。足に腰に肩に日々に、それでも踊れば軽やかに舞ってみせましょう。私たちの踊りが皆さんの希望の光となれることを願います。